ノビアビオン、ノビアビオン、ノビアビオンは、ユーゴスラビアの航空技術研究所で設計された、クリプトデルタツバサイコールカナード型の第4世代の超音速マルチロール機である。本機は、量産が始まる寸前の1991年に、キャンセルされた。この計画は、1980年代にはほぼ全ての、軍用装備品を、 国産品で賄えるようになっていたユーゴスラビアで唯一輸入せざるを得なかったジェット制空戦闘機を完全自給できることを目指して1980年代半ばに始まった。1991年にユーゴスラビア社会主義連邦共和国が分裂するとこの航空機の生産を開始する資金が入手できなくなったため計画は破棄された。 計画が破棄された時点で設計は完了まで、あと1年という段階であり、生産設備の中には、設計が完了しているものやコックピットのように、試作機の部品の中にはすでに完成しているものもあった。計画が中止になっていなければ、試作機の初飛行は1992年に予定され、1990年代の半ばか、終わりには収益することになっていた。 開発作業は、ユーゴスラビアの主要な軍事技術研究所である、ベオグラードにある、航空技術研究所で行われた。航空機は、ユーゴスラビア人民軍のための認識された、優先計画であり、部分的に産業によって提供されただけでなく、中央政府によって、一般的な研究開発及び近代化資金から、資金提供された。ミッグ2一に加えて、 1990年代までに、ユーゴスラビア空軍は14機のミッグ -29、フルクラム A 戦闘機を、近接航空支援のために配備していた。さらに、ユーゴスラビア空軍は1990年代に、アビオンが、飛行隊に、配備されるまで中継ぎとして、ミッグ -21 飛行隊を強化することを、目的として、ミッグ -29 を、 さらに発注する予定だったとされている。フランスの脱走者のラファール戦闘機は、アビオンの設計に大きな影響を与えた。アビオンは、ユーゴスラビア発の超音速機となることになっていたため、国内産業は、そのような戦闘機の設計と試験の経験が不足しており、援助を提供する外部パートナーを探していた。1980年代後半の間に、 ラファールに強く影響された予備設計研究が脱走によって提出された。ほぼ同一のデルタカナード構成や同様のエンジン吸気装置のようにアビオンはラファールといくつかの共通点を有していた。翼の公園から後方に伸びるストレーキを追加することがこの機種に採用された単発のエンジン構成を説明するものであると主張されてきた。 航空宇宙関連士のフライトインターナショナルによると、ラファールとアビオンの設計の違いの大部分は、特に後部区画の観点から、後者のサイズが小さいことによるものだった。ユーゴスラビアはこの機種を約150機生産して、 およそ120機あったミッグ -21 とソコジェ -21 ジャストレブを代替することを予定し、数百機を世界市場に輸出することも計画していた。この計画の言及に使用されるノビアビオンという、用語はセルビアクロアチア語で、新型機という意味であるが、この機体が収益した折には適切な名称を与えられることになっていた。1990年3月以降、 アビオンのエンジンの選定が差し迫っていた。ゼネラルエレクトリックの F404、ロールスロイスの RB199、プラットホイットニーの PW1120、スネクマの M88 を含む複数の外国の企業から打診があったとされる。ユーゴスラビア国内でのライセンス生産も条件にあった可能性がある。1990年代の間、 戦闘機に関連する開発コストは残りの10年間で年間1億5000万ドルから2億ドルの間になると予測されていたと伝えられている。1990年代初頭よりユーゴスラビア政府は戦闘機の開発で各国の企業と連携を模索していた。国はすでにアビオンの生産を開始を発表していたが開発に必要な経費のかなりの割合を 外国の参画する企業に分担を求めた。しかし、大規模な多国籍協力のためのこれらの願望は、政治的要因によって複雑にされることが多く、それは、一般的に会議論によって支配されていた。1990年、フライト・インターナショナル氏は、ユーゴスラビアの共同開発の取り組みについて、これが、現実的な希望になるためには、 東ヨーロッパですでに見られたことを超えた政治的変化が必要になるでしょう。西側の企業がユーゴスラビアとノビ・アビオンの開発に参画を求めるためには政府が介入しようとすることによって技術が間違った手に渡ることを懸念したと言及していた。コックピットノビ・アビオンはフランスのダッソー・ラファールと最も近い外観を持っているが 艦上戦闘機としての運用も視野に入れたため、双発機としては小型に仕上がったラファールよりも、さらに小柄な単発機である。しかしながら機体規模の割には、長大な航続距離を誇り、制空、迎撃、偵察、地上攻撃、対艦攻撃といった多様な任務をこなせるように、設計されている。最大速度は、マッハ2弱で、 音速と亜音速領域の双方での高度な運動性能が重視され、機体の主要な部分は複合材料で構成されている。設計では、レーダー反射断面積を低減する機能をいくつか備えるように考えられていたが、本機は新製のステルス機ではなく、先進的な ECM、XM 装置を装備している。操縦席も同様に当時としては、 先進的で音声認識のような機能も備えていた。アビオンはしばしば他国のいかなる機体も基本にしていない完全なユーゴスラビア独自の設計であると言及されるが、多機能レーダーのようなユーゴスラビアが開発した経験のない先進的で複雑な部品のほとんどの設計についてはフランスがある程度の援助を与えた。1991年に計画が凍結された。 時点では、エンジンの選定は決められていなかったが、フライトインターナショナル誌によれば、アメリカ製のゼネラルエレクトリック F404 か、後年、ラファールに使用される、フランス製のスネクマ M88 が有力候補で、あったとされ、搭載兵装の大部分もおそらく、フランス製の兵器か、もしくは、フランスの援助で製造されるものになる予定であった。設計の段階で、 戦闘機に必要なエンジンの水力重量比は1、1以上だったと考えられる。戦闘機の要求される海面高度での最高速度はマッハ1.1以上だったものの、高度36000フィートの飛行時ではマッハ1.8だった。三面図、ありがとうございます。